いないな今日よまたモーリーさんさツイキャス流してんのかなと思ってて最初流してなかったわけ実は <laughs> はいでもよあそういえば先々週モーリーさん流してる詳しいて流してなかったなと思って <laughs> 今日はちょっと押してみたわけよそしたら案の定モーリーさん触ってないなと思って <laughs> だから最初のアジラジの4分か5分ぐらいツイキャスも配信されてないと思う今日。なるほど<日>なるほど なるほど、ね、そう,うだからよかったよ、うん、気づいてもっと早めに気づけばいいかった,かった、ね、先々週のことを思い出しましたよ <laughs> モーリーさんが触ってなかったっていうツイキャスをねよく覚えてるないや覚えるでしょうまたこんな人っていろんな人にあるだろう「うあの時私はあなたにこんなされました」って言ってるんだろういや絶対言ってるモーリーさんの話は FM 小座だけ <laughs> モーリーさんの話は FM 小座だけでしか話しません そうですか、はいわかりましたいやでもあれだよ共通のモーリーさんの友達が増えたら言うかもしれんけどねまだまだ出会ってないわけよ共通の知り合いというかまだね今のところねもしこれがどん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 増えていったら言うかもしれないけど広まらずな多分な危険だなそれなあ、そういえばモーリーさんあれでしょうちの同期と一緒にラジオしたんでしょウリズン桜ああだからあ、同期なんだ同期同期中曽根とヤスあの一期生なんですあ 同じ吉本の一期生うん、うん、また中曽根俊介に関しては、うん、私と同い年の誕生日も2日違いだから<う>本当の同級生お同い年同い年の誕生日も本当に2日違い、うん、だからそう同い年いや結構あの面白い方々でしたねだからよなんか結構良かったんでしょラジオも中曽根さんは、まあ、本番中なんですけど、うん、自信がなかったら声がちっちゃいんですねそうなの でそれを相方にやすに突っ込まれてるっていうシーンが何回かありましたなるほどでもなんか結構ラジオ良かったよって周りから聞いたけどあっほんとえ間宮もいいなって思いながらちょっとやきもち合いてたあ本ほんとですかなんでよと思っていやいやいやなんでよと思っていやでもあれだなあのここでこんなふうにやってますけど向こうでねやってみたいね一回ねでしょやってみたい思うでしょ やってみたいよね。じゃあなんか別の曲でモーリーさんと仕事してみたいわけよ。面白そうだね。あ,あ,あれあるかな,なんかあればいいのにね。だこいつかなちょっとね。本当に面白いや,すさ、ね、いやでも思うんだけど多分変わらないと思うね。うん。なんかアジラジが出張しましたみたいな感じになりそうじゃないた多分変わったらお互いなんかちょっと感じおかしいよってなるから絶対。うん、ツッコむさ必ずね。うん、あこれ楽しみだな。これがでもモーリーさんと多分二2人だったら変わらないと思うわけよ。うん 誰かがたら多分なんかあみもーりさんのあら探し始めらずあら探しあれっつってもーりさん2人の時こんなじゃないですよやっぱそうなるはずなそれも楽しいねでもちょっと楽しみにとっておこうはいブンさん親やんわじったから声が戻ってるさよかったよかっただからさ4時のオープニングをねあのかすかすだったよねでしたけれどもあれですね 喋り続けてると、うん、あのうろうんですねのどはそうですね。うんうん、のノアノアさん、えーうん、モーリーさんこんにちはノアノアさんやっぱり行動力ないな、うん、昔 DJ オギタケシとカーツと我が家でバーベキューしたけどモーリーさんドタキャンしたよね <laughs> う <laughs> もうあれさ死にもいろいろぶっこまれてるさもう全然覚えてないほらまたそうやってさ都合の悪いことは全部忘れるわけよこの人は全然覚えてないな本当だよ皆さんこういう人です本当に。 全然覚えてない。だったか、だったか。本当にもう面白いよね。でも多分人間で変わらないんだろうねきっと。変わらないでしょうね。多分。モリさ10年後も変わってないはずよ。変わってないですね。でメイちゃんが成人しても変わってないか死にメイメイちゃん死に殺されると思う。でしやいつもこんなディズニーランド行こうって言ってたのにお父さん来年ねって言ってまだ連れて行ってもらえないとか言われてるんだぜ絶対。絶対言われてる。 今度の休み行こうって言ったのに「またよこんなして仕事仕事もういいよ嫌い」って言われてる絶対言われてる言われてる絶対言われてるちょっと思い当たるやつさそこは今度行こうねって流してから今度何々買ってあげるよって言ってそれも買ってあげないっていう絶対それっぽいっぽいなもう読めるあいや今のうちだな今のうちやこの言葉もあんまりんか真剣に答え言ってるように聞こえない私には。 いやからさこれそっか。っていうのはさなんでちょっと心当たりあるかっていったら今の段階でうちの弟がそうだわけははこれは血筋だと弟譲りだなと子供ながらにどうせもこんな行っても諦めてたんだ行かないんだろうなって諦めてたからそれがまさしく今の私みたいな感じですよだからそういうことか。もうあれですよ行ったら まあ、血繋がってないのに、うん、そう感じるってことは血繋がってたらもっと感じるってことでだからそういうことだよねああはいだってモーリーさんと週に1回しか会ってないのにそう感じてるんだよヤバ <laughs> くない毎日会ってたらどんなよ <laughs> 死に喧嘩してると思うマジでもう <laughs>、まあ、プロレスよプロレスマジで <laughs> 本当にプロレス似合う、まあ、女子プロット最近言われる <laughs> 声,も声もこんなだからお前レスラーみたいだなってう髪,髪の色もこんなだから <laughs>、まあ、本当に <laughs> アルゴさんからそうですか疲れてるからではなくかわいいのかそうだよモーリー先輩ほにゃスタイル彩りなんとかさんで親やんさんを1か月ぐらい話をしてみてはどうでしょうか後半雑に扱ってそうですねということでいただきましたラジオ絹代さんのコーナーがありまして専門家を呼ぶんですけども でも別にね、専門家じゃないからね。何がじゃあ、親ううを呼ぶって言っても。私、専門家じゃないですよ。ね。適当に生きてますから。いえば、あのー、はい、ファンキー・モンキー・ベイビーズの専門家ではありますけど。あ、まあ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 、こあのーまあ詳しいっちゃ詳しいね、あと90年代のドラマとか。あ言ってましたね。もうずっと最近その話でも持ちきりですよ。<laughs> ドラマだったり、<laughs> もう最近もう先輩がね、ちょうど35歳とかなんですよ。はいはいはい。昨日もね、 あの飲み会、うん、飲み会というか送別会、うん、あのお茶の水男子さんっていう東京の先輩とセブンバイセブンさんっていう東京の先輩がいて、うん、たまたま,席まあいろいろセブンバイセブンさんとお茶の水男子さんがいろいろ、うん、みんなあの席をいろいろ回ってたんですよ。<う>そしたらお茶の水男子のシーハシ・ジャスタウェイさんっていう35歳の方がいるんですけどその方とうちの作家の松本、うん、39なんですよ。 で、私と、えで中曽根がき、うん、中曽根だったかな、でも大体30代ですよ、みんな。あの頃のドラマの話みたいな感じになって、あ,<ー>あれよかった、むっちゃ室田だ、ど三個こ室田だ、ど三個室田も33、うん、でも大体30から35、五歳までの平均あ、平均が34歳か、うん、トータルで。もう、あの95、五6年のドラマの話で。 未成年良かったよねっていううんはい志田一生やらキャスト反町隆やら加藤慎吾もういろんなキャスト出てたよねっつって、うん、あ,のさあの浜崎あゆみも出てたよねって売れる前のドラマに出てたよねっつってうもうこんな話でも超盛り上がって主題歌「カーペンターズでなんとか、ね」あのシーン覚えてるかだったりも90年代の話で盛り上がって曲とかもね、うんうん、だからもう私はそういう話とかだったら 読んでほしいわかりまししたぜひ、はい、読んでほいいやでもなその時のい、うん、えばトレンディー俳優の皆さんとかドラマって印象的だもんねインパクト残ってるもんねすごいね残ってるあの時代ってさ今もいいかもしれんけど、うん、よかったんじゃないよかったよ歌と曲とかも入ってくるもんねそう。 だなんじゃない僕らがそう思うみたいに、うん、僕らの先輩方も1980年代が良かったとか、うん、そう思ってるんです、ね、多分そういう世代なんだよね,れれだよねみんなそれぞれね,ねで。今の世代の子供たちも大人になった時に今のじ2000年代の話をするんじゃないですか。なんだろうねノアノアさんから、うんえー、モーリーさんリスナーの忘年会やろうと言いましたがやらなかったよね、格好笑い。あね<っ>これね,これねモーリーさん言ったらいいよ。 3か月4か月遅れて新年会になったんですよね,これねそ,うそうそう新年会はやりましたねやりましたこれ森さん読んでないのまさかえ一応ラジオで呼びかけはしたよああじゃあそのラジオを聞いてなかった人は参加できてないパターンかじゃそういうことかもしれないですねなるほどやりましたね私も参加しましたよでもあなたね思ったのが <うん S 1> ちゃんと3か月ぐらい呼び込みの時間をかけて <うん S 1> やったほうがいいんだねでもそれでも結構集まってましたけどね20人ぐらいですか <うん S 1> 来てましたけどね、うん でも1回目ができたから、うん、なかなか1回目難しいからねそうだねやりたいねまたね夏ね夏うんそうだねカラオケ付きのところがいいな <laughs> あなたはカラオケ大好きだけど今ちょっと喉がおかしいからいけないんだけどでもう振り付け最高ですよいやもうじゃあ好きだけよもう小学校からあんな、うん、へもう大好きでカラオケあどこでも歌い寄ったよいやすごいあれはちょっとパワフルだないやいやいやもう好きだからもう 文、うん、さんからも、えー、ドラマ「俺も好きだよ」うん「野島真司は暗いよね」という,うでもいいんですよ、うん、その時のいやーもう全部 DV で集めたいなお金があればそこまでなんだね大好きだオッケー,ー今のドラマとか全然見ないんだけどさあの時の時やっぱ 自分が小学生の時だから今みたいにインターネットとかもそこまで普及してないからテレビっ子だったわけとってもテレビに対する執着というかが強くてテレビっ子の中の本当にテレビっ子だったから全部見よったいろいろまあというかね月から金まで面白かったもんねそう今とか1週間1回見るかねそうあれじゃん今携帯でも見れるしインターネットとかもあるから正直テレビがなくても そううういいいことかってのがあるんじゃなテレビの前で楽しみに待つというのがそうそうそうあの時はもう1週間に1回のもうええだよっていうのがね先週見たっていう次の日の学校での話とかも盛り上がってたりねって私101回目のプロポーズの時小学校1年生だったんですけどリアルタイムで見てたんですよ小1の時にもう覚えてるんですよ鮮明にでも小学校1年生って言ったらみんな大体夜9時ぐらいに寝かされるけど私見てたんですよ 全然同級生と話合わなくてねちょっとあれだな増えてたかもな超ませてたあ<ー>もうすごかったよ私でも今思えばまあ親には感謝ですよねでも、うん、まあそういう、まあ、教,育との教育いろいろある,あると思いますけど、うん、私はそれ、うん、テレビを見ながら育ってきたので、うん、今の自分がやりたいっていう仕事につながってるからなるほどそう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 思ってますねうん、うんうん、確かにねそう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  だって一番最初にあのテレビに出たいと思った最初のきっかけはスマップですからね、うん、だから行ったらテレビで見て自分もテレビに出たら会えるんじゃないかっていう最初のね浅はかなあれだけどまあ誰もが思うようなことですよ最初まあでもそのどこでどんな風に過ごして何を見たかで大人になって仕事になるならないになるからねいいよね 私、この小学校本当に5年生ぐらいの時に初めてテレビに出たいと思ったわけ、うん、テレビの仕事がしたいタレントになりたい、うん、でこれはもう最初のきっかけ本当に SMAP に会いたいとかそういうミハーな心だった気持ちだったんだけど、うんうん、でもその夢をまず一旦諦めたわけさやっぱりいろいろあってでそれから一切やりたいことが見つからなかったわけよ。 なんか違うななんか違うなと思って生きてきたから<う>でそれの次の2番目のきっかけファンもおんだわけさね、うん、だからやっぱり実際この今の仕事やってみてこれだと思うもん何か,、うん、だか子供の頃の気持ちが今でもずっとあるから,<う>だから大事だよねこれってだからだかの同級生とかが将来だから公務員になりたいとか一生懸命頑張るでしょ勉強とかうん、うん、弁護士になりたいとか保育士になりたいとか。 羨ましくて、周りの友達が、うん、なりたいものがあるからで<う>私もうなれないもんだと思ってたからテレビに出るっていう仕事がうん、うん、ま一回ちょっといろんなつ、まあ、家庭の都合で夢を諦めてしまったから、うん、もうこれは二度と叶わないもんだって自分の中で決めつけてたわけうん、うん、決めつけたまま大人になってしまったからもうこれ以外のし夢を探さないといけないなりたい仕事を見つけて生きなきゃいけないって思ってたら、うん、なんか楽しくないなと思って<ー>思い始めて。うん だから逆に周りの同級生とかが保育士なりたいとか何々なりたい何々なりたい言ってるのが羨ましくてだからだから勉強勉強するっていうのも自分の中で意味がわからんかったわけだから大学にも行こうとも思わんかったわけ言ってるんだけどまるのために勉強するって目標が目標がなかったそう,そう,そう,そう目標や目標がなくてだから何のために勉強するんだろうとか意味がわからんかったもん何か,だから今は まあきついけど幸せといいうかこのきつい分やりたいことやられているから楽しいなっていう話です、うん。っていうことだろうねきっとね。本でも確かに、うん、今でもさあの「分からんやつさ」っていう人はいっぱいいると思うよ。ああこれでよかったのかなとかだよね。 いやあれやりたいんだけど多分できない現実できないから、うん、でも今これやるしかないよなっていう状況の人とかもね、うん、私それだったわけずっと<ー>ずっと26まで、うん、この養成所入るまで、うん、で養成所入ってやっぱりっていうちょっと燃え燃え燃えていう変わったんだよねなんか思い出して子どものあの時の気持ちやっぱあの時の熱い感じがね、うん、蘇ってきて。 で多分あれなんだろうねやりたいなって思ってるものって、うん、まあもちろんその人の行動次第でもあるけど、うん、いろんなこういろんなパスがあったりとか、うん、人が現れて、うん、あじゃあこっち入行ったらいいんじゃないとかいろんなのがあって<う>気がついたらそう,<れ>そうきっかけはあると思う、ね、私も周りの人のパスでここまできてるから、うん、そうだよね まあ,ちょっとあれだけどさ恥ずかしいけどさ導かれてきたなと思うなんかだって最初裏方で志望出したって言ってましたねだけど気づいたら芸人になってるってことはやっぱね面接の時にあの方がパスを出してくれてとかいろいろ考えてここまで来てるからすごいね 僕らもまあそういえば後輩とかかかがでできてててもおかしくななないい年齢になってるじゃす先輩こどうした方がいいですかって言った時に、うん、ちゃんとこの言葉を考えて言ってあげないと、うん、その子の人生に大きく左右するからね人生をそうだよだから私この面接の人は人生を大きく変えてくれた人って今でも思ってるから、うん、この人がいなかったら私いなかったと思ってる。で僕もさこのラジオをやってて、うんうん やっぱこうやめたいなとかちょっと向いてないなって思う時があってある時その先輩をモスバーガーに呼んで話をしに行ったんですよ大先輩ですからすいませんもういつもね見てくれてると思うんですけども正直ってセンスってあると思いますかって俺聞いたのでただそれだけあるかないかだけ確認というか僕の中では先輩が言う一言で「 もう決めようと思ってたわけその矛先を、うん、あごめん正直言ってないやつさって言われたら、うん、わかりましたありがとうございます<あ>って言ってもう身を引くつもりであなるほどわ自分の中で賭けだじゃんこれもう決めてたわけ<ー>でも質問した言葉っていうのはセンスがあるかどうかだけだわけ自分がこうここまで切羽詰まってると思え伝えなかったわけ、うん、でそしたらあのねこれはねあのー、今の自分がでは答えられないって言ったわけはい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  でその後はあのは、ー、何も言わなかったわけ、うん、だから向いてる向いてないっていう決断はしなかったわけこの先輩はなるほどね今は答えられないって言ったわけほ<う>で今もうまさに答えられないって言われてもうそれから10年近く経ちますから、うん、で今現在至るみたいな、うん、だもしその先輩が「ごめんもう正直言って何やっさ?」とかって言われてたら終わってたんだやってない。 はーすごーいそのやっぱり一言が結構今でも残ってるから<ー>でそこでね「向いてるよ」って言われたらさらにこうスピードが増しただろうし、うん、でその保留に近い状態だったから、うん、ちょっとずつスピードをこう蓄えて蓄えて力を蓄えて今に至るみたいなね。うん、なるほどということを考えた時にその訪れる訪ねてくれた人がいた時に、うんうん、かける言葉っていうのはちゃんとこの人のことを考えて。うん 思ったことを言った方がいいで返しね。ゃいけないってことですよ、だから。ですね。いや、すごいね。やっててよかったんじゃないモーリーさん。そうですね。こんなになってなかったんですよ。だからさ、この先輩もこんだけやってると思わなかったんですよ、年月を。すごいね。それぐらい、だから、この人との関わりの中で、局面によっては大事なコメントを必要な時もあるさ、やっぱり。 考えないといけないということですよねいや今日はなんかいい話 <laughs> ね<え>。あのいい話で、えーまあ、90年代のドラマの専門家の話からねうんこんなにねトマブンさん おや,やん香取慎吾水木愛理沙主演「一番大切な人」うわ懐かしい幼馴染みやつだ夏ドラマ分かりますか分かりますよえドラマって自分よりも大人な人たちが演じていましたが、うん、このドラマは初めて同い年の2人が主演で共感できたドラマだったな、うん、え当時は二十歳中学の時の元カノと遊ぶようになっていてなんかドラマと重ねて見ていたな超懐かしい一番大切な人、うん、覚えてるようん あの水木ありささんと香取慎吾さんが幼なじみっていう設定でなんか恋愛恋愛な,んか恋愛なのか,なんかやっぱ幼なじみだからそういう,なんつうの恋なのか何な,なのかみたいなそういうハイガー言いというかちょっとなんかいいドラマだったで私は一番でも香取さんの主演のドラマでは。 あの毒が好きですけどね今井美樹さんの主題歌の「プライド」があった「ドク、うん」あれはもうあれを見て、うん、ベトナム人と結婚したいと思いましたねあれを見たらなるほどねうこう考えたらスマップもすごいねキム・タクに始まりそ<う>中居君までみんなドラマでやってますよみんなドラマで主役やってますから、ね、やってますから稲垣吾郎なんかもちょっとこうヒールの役させたら「デイジー」すごいさ。う、はい、うんうん、うん また、あのー、草薙君んなんかも、はい、いい人もありましたけどイメージがはいあの最近では任侠的な任侠ヘルパーとかもハマるさあねあと何だっけお金のやつ借金取りのはい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 最近もありましたねあれめっちゃ演技やばいね,ねもうそういうふうにしか見えなくなるっ、うん、てことは演技が超うまいってことで、うん、さすがプロだよね、うん、だってさあのー、よくじあのー 悪役する人って、うん、とってもすごいなと思うんだけど嫌われるそう嫌われる役って、うん、あのやっぱりさ子供の頃って悪役の人のことを本当に嫌いになっちゃうわけよ私家泣き子の、うん、榎本香菜子さんが大嫌いだった子供の頃はいはいはい、はい、のあの鈴をいじめるエリカお嬢様、うんえー、懐かしいスズエリカが例えてあげる「鈴<ー>あなたが」 えっと、あなたが道端に落ちているただの石ころなら私はきらめくダイヤモンドみたいなうん、なんて性格の悪い人だってうん子供の頃は本当にそのイメージが強すぎて大っ嫌いだったわけ、うん、でもそれって嫌いになれるぐらい入ってるってことだわけよ、うん、だからあま悪役ってすごいと思う、うん、嫌われる嫌われる人の役作りってねうん、うん プロだまあいい人になるのもあれだけどやっぱ嫌われる人って絶対さドラマ終わってからも石とか投げられると思うわけよじゃあそれあるはずなあるよ絶対自分みたいなさ子供とかはさ100パーあの人悪い人だよって指さすと思うわけ絶対だし子役ってやっぱ学校とかでいじめられると思うわけでもそれってあれなんだろうね役者冥利に尽きるというか役者であることの評価されたそうだねそうだねきっとね 確かにすごいと思う本当にいや懐かしいでしょあのドラマ懐かしいですねねえ家泣き子えノアノアさんはいトレンディ女優で誰が好きですか僕は山口智子ですうわ <laughs> ロングバケーション」最近も山口智子さんのドラマ出てるよね,いいねさ最近見てないわ最近のドラマでさ出てるよ出てるの、うん、私小学校6年生の頃 ちょっっととだけ似ててるる言われたこあ髪も長くしてたからもういいよ、でよちょっと似てるって言われたことあるんだろうね。でも、唐沢俊明さんとね、結婚もされて、また最近復活してますけれども、変わらずですよ、本当にね、綺麗だよね、本当に変わらないね、女優さんって。安田なるみさんなんかも、今、なんかさらにじゃない、本当に。CM なんかも出てますけどもね。 いやすごいねドクドク安田成美さん出てた主役ですよあそうなの安田成美さんってあれだよね木梨憲武さんの奥さんですよねそう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 主役主人公主人公主人公はドクかな慎吾さんと恋愛する日本人の女の方なるほどこのキャストはやばいですねやばいもう本当にさあそして アシビナ7さ<お>1 0んウィリアム王子とキャサリン妃の長女の名前がシャーラップと勘違いしている皆さん <laughs> はい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 えー、ミドルネームがダイアナでしたっけあとねんとかん、ね、と,とかダイアナみたいな、えー、ドラマ未成年の影響でカーペンターズの CD 買いましたやっぱり<ー>私も買ったうんそれぐらいってことですよね、うん、インパクトがねだってすごかったもん本当にとに河合モ門さんも出てたよ、うん、わあ。 最近河合賀門さん見たんだけどテレビで白衣つけていやあの普通のあれで昼のニュースみたいなニュースというか、うん、息子さん隠しご騒動がありましたよね昔その息子が何とも二十歳になってるっつって<ー>一緒に出てたわけで息子さんも俳優になってるわけよ、うん、そっくり<ー>体型も一緒、うん、っていうかもう河合賀門さんが 若い若いよね兄弟じゃあ息子と一緒顔も後ろ姿兄弟顔もし兄弟、えー、あんなお父さんいいなーっていう早くにお父さんになったんですよねうんそうっていうことで40代かまだそうだけど本当に若いモーリーさんぐらいに見えるってことですか36とかに全然、えー、モーリーさんが息子いたらもう同じモーリーさんが2人いるみたいな あれって洋服も賢いし,してるんだってよ同じ体型だから、えー、なるほど、うん、でも兄弟見えるんだろうね見るの、ね、自分もびっくりしたもうでしょと思ったもん,ん<ー>だからと親っていうよりも友達っぽいですねって言ってたやっぱん,<ー>なんかそんな感じだったんさあということで今日のテーマは目から鱗なんですけど、はい、ほぼトレンディー話をやっててうん まあこの後5時台も引き続きよろしくお願いします、はい、アジクーターラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレデリースクリニックソートバンク中野町の提供でお送りしました 歌うラジオギリギリ4時でお届けしておりますけれども青の軍団さんからチースーおなんか久々親やんお久々もういいごめんもう今言えてなかったゴールデンウィーク最終日の今日今さっきまで謙遜行って帰りながら DVD からに行って今聞いてるけどてこの前西町方面で親やんの同期ドラゴンヌーガラがゲストで出ていたな同期ああですねさっきのウリズム桜 ああ、売り尽くらなことか。なんでそこで親親呼ばなかったのか。あそこで親親が出ていたら、<laughs> アジラ地震カーはデしジ面白かったのによ。って、うん、いうかさ、親親西町に呼ばさということでいただきました、うん。ありがとうございます、うん。まあでもちょいちょい出てんだよね。ドラゴンあドラゴンじゃない。あのー、収録とかで。はい,はいはいはい。ね出てましたよね。誰が？あなたあなた。あ、一、二回あるんじゃない？いやでもそんな。 いですまだに道迷うもん2回しか行ってないから2回中二回とも歩いてる人に道聞いてるあのちょっと難しいからな分からんマジで歩いてる人も分からんっていうのに「えこんなところにあった?」みたいな確かにねえにいやぜひまた行きたいですそういう日が来たらねいいなと思いながら時計の針は5時を回りました さあメールもどんどん紹介していきたいと思います、昼間の奥さんからいただきました、懸命に休みしていますということでメールが入ってますね、昼間の奥さんよ、あじくうたの皆さん、はいたい、金曜日ぶりということで、そうなんですよね連休だったんかな、多分ね、今日から開けるつもりでしたが、カレンダーの赤色は完璧に休んでいます、ごめんちゃーい。 近隣のおじおばもしもし大丈夫ですか休みだからちゃんとご飯食べてるかなと気になるってことですねあれ親やん昨日ハッピーナハエレベーターにいなかったねいたよあ昨日うん待ってもう最近火曜日待てよ思い出す5月の5日子どもの日あ私は喉が完全に潰れてたので休んではいないうん おお化化けけ屋敷の中でお化けしてましたなるほど声を出してなかったっ声を出してないお化けの役をしてましたね。中学と高校の娘たちのご機嫌とスケジュールを確認し、うんうん、昨日はみんなでおもろお化け屋敷に行ってきました。っだったら私のこと見てるはずよ。私は、うん、相当脅かしてましたよ。うん、あのお面かぶってたの私です。ああ、でもみんなお面かぶってないのうん。あ違うんだ。みんな顔、一応は出してるわけうん,うん。私相当 あれです言っていいからお面かぶって、うん、あのフォークとか投げて走ってた人多分今ーってなってるでしょ、ね、あってなってるかな、ねうん、あの相当ビビらしたと思う、うん、あのテーブルに座ってるおばあちゃんの役でした私はたいですよ、はい、沖縄の人はおとなしいから芸人さんから突然振られると、えー、期待どおりにできないものですね コリンザも壮大なスケールでやったらいいのにね、うん、さてと風呂場でも掃除しようかなさて今目から鱗、うん、昔はコンタクトレンズもなかったのにね鱗がポロンって出てくる感じ、うん、怖いさということで私い,いい、うん、コンタクトレンズにもの,ものすごく憧れてるわけ昔からあの怖くてできないえ視力はどうなの悪いとっても悪いだからメガネ買おうか、うん コンタクトにしようか迷ってるんだけどみんなはお前の性格だったらコンタクトやめた方がいいって止めるわけあれって大変だよって大変大変で私憧れるんだけどメガネっていやかしましいわけようんどうなのかなで毎日だよだよね毎日本当に。メガネかけるのがめんどくさいんだよね起きてから寝る前までああ必ずやらないといけないモリさんコンタクトうんじゃない <laughs> 今あたかも毛利さんがやってる感じで違う違う高校の時やってたわけあやってたんだやってたわけあの部活動バレエやるって言って、うん、今はメガネまうんそ,そのまま何もしてないえメイは大丈夫なの大丈夫大丈夫なのでもさコンタクトやるさみんな見てる気がするよ それぐらい見えるってことそれぐらいくっきりはっきり見えるからいやその気持ちを私は知りたいし味わいたいしあの目の中にスッて入る感じってどういう感じなのかなっていうのを味わってみたいわけよああコンタクトをねかっこいいなと思って昔からさ中学校の時とかコンタクトってバーってやってる人を見るのがデでジかっこいいと思ってたけようんどんな感じなんかなでも私目薬させないから無理だわけ怖いうん いやでもなんかやってみたいあれはちょっと気持ちよかったこのコンタクトレンズを掃除する用のはい、はい、アイボンアイボンはい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 、はい、あれも憧れるねあれはちょっと気持ちよかったけど<ー>でもあれじゃないかな抵抗ある人はあるんじゃないかなあれは寝かねかけようかな慣れると思いますけれども、うんえー、毎日眺めてるグッピーとプレコのいる水槽待ってプレコって懐かしいね最近<ー>白点病も治したよ すごいよ水色の薬もあるんだけどさ、うん、にがり、あれも入れたら一気に治りが早くなったような気がしました。うん、なんでにがり、えー、たくさん入れたら、海なるさね、えー、ならない私はこの、えー、プレコ好きの水素をもらったときに、ルキ抜きとかにがりもセットでもらったのよ、弟から。最初ににがりで白天病治した人、すごいね。今、元気に泳いでるよ。ずっと眺めていたい、えー。病んでる私もにがりということで、ラジオで。白天,白天病。 この熱帯魚が白いなんかこの点々というか、うん、尾びれとかこの体自体に白いものがどんどんついていくわけーへえそれからまたあの菌が中に入ってあそうなんだゆくゆくはまあ死んじゃう魚もいるんですけどへえ初めて知ったそれをこう治すためにね薬があるんですけども、うん、このにがりを入れると意外といいんだいいといういいへえ、うん、プレコっていいよね ガラスのところでくっついてる口がウケるよねチューチュー吸ってますね白いよっともんいやでもさあれのおかげでそのるてだうの掃除をしてくれますからね砂利とか顔が面白いなと思ってこの口の今あるんだよこのプレコでもセルフィンプレコっていうのがあってちょっとこの黒色のプレコなんだけど黄色いこの斑点があるわけいやちょっとこうトラからのちょっと値段が高かったりとかするわけよ 普通のプレイクよりもね詳しいねモリさんいや飼ってましたから今も一応グッピー飼ってますからうー私絶対飼えない生き物なんで死ぬからあんまりじゃあれ世話しない下手くそだわけですし下手くそうんあの動物もあっちもともと嫌いさわかるでしょモーリさんなんか極度動物大嫌いなの今まで一応興味はあって飼ったことあるわけよ全部凶暴なる私が育てたらなんでかな え、びっくりするのがこれほんとにねすごいようさぎってさおとなしく見えるでしょどんだけ怖いからいやでも結構あれです威嚇するってよイライラしてる時とかどんだけ凶暴だからマジでうちの親ようさぎ雑草食べるよっつって庭に放し飼いしてからにんじん全部食べられちゃうんやマジ畑によなるほどでもし詰も長くてよ ガリ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 するわけで餌あげたらボボボぼなんていうの網をよガ,タガタガタガタッて言って子供も殺されてもう超怖かったからもうこれどっかに寄付しましょうもう恐ろしくて <laughs> で鶏もひよこから育てて飼ってたわけよく昔今ないけど祭りでひよこあったでしょ、うん、それをもらって、うん、ひよこを祭り当ててからさ祭りでひよこ当ててかわいそうだからちゃんと育てようって言って育てたわけになるまでちゃんと白い鶏になるまでちゃんと、うん、白い鶏に立派に育ったわけよ<ー>卵もむよってよお それ大きくなってあまりにも,ああまりにも,もう育てられなくなったわけ家で<ー>大きいしもうここ泣くからうるさいしおんおんだから小学校に寄付しようって言って小学校に寄付したわけそして中学校になりました、うん、うちのひよこいるかうちのいるかなと思って見に行きましたーーデージーボスなっつってよ <laughs> マジでえやむなと思ってウサギも凶暴だしやむなと思って <laughs> やばい もうあれだな、親のとこ持ってると血統症付きなのだなんかなでも私猫も飼ってたんだけど<う>デージひっかくしさ全然かわいくないわけ <laughs> もう大嫌いよ本当にもう違う大嫌いもうあれだな接し方だな大嫌いもう当に凶暴なっていきおるよ <laughs> もうどんどんダメよ私本当に動物は相当ストレスをかけてんじゃないかいやかわいがったつもりだけどねいや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  こんな子小学校のとこに寄付してボスになるってなかなかないよボスなってたよ猫も首をつけて死に無理やり引っ張って散歩させた<笑><笑>猫は散歩しないんだねだから猫しないですねだけど死に首無理やり引っ張って爪カ,ッカッってなってたいやーっていうかさ多分僕らが普段なかなかその動物の生態を見る時にね <laughs> その一面ってあんま見ないと思うようさぎのこの凶暴とか死に凶暴どんだけ怖かったかもしあれから本当トトラウマっていうかさ、うん あのに犬にも噛まれるしさ動物大嫌いです本当にもう塩素さんが泣くかもしれないこれ聞いたらなるほどね好きな人いますからね別にいじめたわけじゃないよ虐待はしてませんでもなんかいるよね犬に嫌われる人とかやっぱいるよねやっぱりさでも動物ってさ嫌いって思う人分かるのかな伝わるんちゃうついてくるの分かる嫌いな人にあれなんでだろうねなんだろうねオーラ走ってるのかな走ってるんちゃう動物的感じゃない 子供の時から犬が追いかけてきたりとかするわけよ噛まれたこともあるしだから私ネオパークみたいな鳥の話し合いのところとか恐怖でさ本当にちょっとな鳥は怖いな鳥がまた苦手だわけ自分の友達それもう面白がってさ最初初めてネオパーク連れて行かれた時知らなくてあんな話し合いになってるの行こうって言って動物へ行こうってもともと動物も苦手だから嫌だ嫌だしてたのに い大丈夫大丈夫って連れて行かれてまさかの話がいいよ入らないですって言って無理無理って友達に無理やり引っ張られてで餌まいたらクルサバーッと集まってくるさもうトラウマあれから鳥よ苦手な人はなそうあんなさ色とかももう気持ち悪く見えるわけやなあの口の大きいのとかスペリカンみたいなのだらんってなってるうわ怖いと思ってさの口ばし硬そうなのとか見たら目とかも怖いしはいはいはい でた友達もなんてのわざしてからさ餌投げたうちのとこわざと自分のとこに餌投げて,てみんながバーっと集まってくるのにてやつがキャキャしてるの喜んでるわけまあねはためで見たら面白いからな、ね、鳥はねあんな食べたら美味しいのにねでもなんでだろうな思い,いっきり怖いやっね嫌われる人,好れる人本当か怖い金してるからほ、ね、に怖い俺も犬に噛まれたことあるけど、うん、全然大好きだよなんでもうマジで大好きだよもう自分のこと傷つける人嫌い 人間も自分のこと傷つける人は嫌いですトラウマなりやすいんだ子供の時かこちらときます昼間の奥さんはいおやインチキ思い出した何が昨日お面越しに合ってるねでしょりちゃんと座らんと腰よ腰んでなんでちゃんと座ってたよあのヘルニアだからああはいはい無理しないでねってことじゃないですかでもあれだわけさ私全力で脅かそうと思って声が出ないから あのちゃんとねそこら辺は皆さんを楽しませたいから全力でやろうってやってるのに、うん、何人かにね「あれ大谷歩さんじゃね?」えって言われてさお,<う>おどかしてる時にねお面かぶってるのによ<う>この色の白さは大谷歩さんじゃねえって言われて「いやいやいや頑張ってますから」とか <laughs> でもついにもう高校生とか、まあ、若い学生かな、うん、これ絶対みさんだよねみさんだよねって笑ってくるわけさ、うん、私思いっきり脅かしてるのに。 ありがとうございますって喋っちゃってよもうそれちょっとやりづらいなやりづらいよもうもういいよもう早く行ってっつって「ありがとうね」っつって「握手してください」っつてもじゃあもうはいはいもうありがとうねもう行って次後ろ詰まるからっつってうわそれちょっとやりづらいな演じさせてくれっていう感じだなちょっとなすごくない色が白いからこれあゆみさんだよねってまあでもごく少ないってことでしょ女がいないからそうそう手見てわかるならねこれ女の人がやってるなってうそうかもな えー、コンタクトレンズ、私も挑戦したことあるよ、5時間ぐらい。えー、それ以上だとさ、目ん玉がつかまれている感じになる、<え>しかも取れない、恐怖、目ん玉に張り付いて、勝手にまぶたも閉じるし、でも、<は>眼鏡をのせる鼻が、鼻がないから嫌、い、え、や、ー、手を振っても私が反応しないのは、目が悪いからだよ、ごめんねということで。どういうこと、どういうこと一応さ、このコンタクトも、うん、張り付いてるの,の張り付いてるっていう感覚ももちろんあるんだけど、うん どこに行ったか分か分らなくなくる決まるとだからまぶたの裏とかに行ってみんな探してる人とかいるから、ね、怖いそれがちょっと怖いわけはあでもだからって私もさサングラスとかメガネとか、うんうん、ずれるわけいつも鼻がないからは、うん、昼間の奥さんもそう下がってくるわけ私も嫌<う>だわけこうやってなんていうの、ん、今ラジオで説明できないんだけどこれメ眼鏡直すしぐさがあるじゃんはい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 ざますみたいなそれやるのが恥ずかしいわけよ、うん、あそうなの やりたくないんな、うん、でも今耳で矯正できるのかな、ねうん、でもなん,かなんか違和感があるのが嫌だこの耳にかけたりとかまあ視界にも入るからねまたねそう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 。 さあ、きの番組のテーマ,、うん、テーマは、目から鱗でお届けしていきたいと思います。はい、ラジオネーム、シューターさんのリクエストということで。懐かしいサイ DJ も応援、お疲れ様です。今日も仕事です。はい、リクエストだけの参加、d、はい、パンプのイフいたしく。だかなるだか さあラジオネーム、シューターさんのリクエストということで、はい、久ししぶりでしたね,これねめっちゃ懐かしいね、もうなんかさ、しし曲聴いたらさ、うん、その時の記憶とかが鮮明に蘇らんなんなかねモードがあるよね。うん私もこのイフは高校1年生だったから、うん、この高1の時のクラスの映像が今流れてきよった、聞いてて<ー>なんか放課後、みんなでカラオケ行ったなとか思い出しよった。なんか、うんうん 懐かしいねそれぞれのね、うん、その曲に対する思い出がありますからね。からねうん確かに、うん、なんかあのこの曲はまたさ僕らの時は、うん、よくボーリング場で流れてたわけ「えー、ヒーリング」とか「フィーリング」とかの時代っていうアルバムの中に入ってたんかなははい、はいベストねベストに入ってて「うん、クレイジーゴーゴーナー」みたいな。あ どーわいどでしょ。わそうそう。あ、あ、なんだっけこれ。トゥー、どー d o I Do? Do I Do? ラフトゥー、どーわいどー、o ーわいどー、ツッ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 ツ、ラバー、ファイナ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 ー しょっちゅうボウリング場とかで聴いてたの思い出しましたねやっぱり映像流れてくるよねその当時の曲というかあのセントラルボウリング場って今でもあるんですけどあそこで100円入れると曲を選んで流れるやつ流れるやつあれがちょっとたまんなかった私もセントラル行ったら流すよあ当ほんうん100円入れてからあああれいいよねあれいいよねでもちょっと悔しいのがさ自分たち以外の人に見られてるっていうね 何を映像をああま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 あんかそれじゃなくなってこいかんかそうなのいったんけやと思ってたなんでいや自分の100円でよいやどうで払えやと思ういやいやでもでもさ口ずさむ人がいるからそれであやっぱやっぱりいやでもいやどうで払えやと思う思わない思わないへえ私いやんでやねんせこいからそこらへん私の100円ですよってえうん捉え方の違いだなそうだね全然そうでもない 隣の人がなだから隣の人と被った時はデジやそれはありますけどねジャミロクワイの曲なんかもこのジャミロクワイ自身が PV がもう有名で長いハットをかぶってみたいなブレイクダンスじゃないけどムーンウォーク的なやるさああいうのを流しながらボウリングやるのがすごいステータスっていうかね。なんか わかる時代だね。これでも1990年代だですたぶんきっと2000年初めとかね。さあアルゴガルスキーさん、えっとオヤエンさん、あ可愛いオヤエンさんは動物嫌いなんですね。そうだよ動物嫌い嫌いってい大大好きですよということで。あ大体好きですよか。犬にも噛まれましたがでかすぎなくてマジ嫌いしてなければ大丈夫です。私動物だけじゃないわけよ。全般全般動物 虫昆虫も動くもの動くものがダメなんですよ本当にもやるとかもダメダメダメもう全部ダメとりあえず人間以外のね人間以外のものが苦手です使い方がわからないあどう接していいかわかんないみたいなそうそうなんですまあでも確かにな不要にこうやって手出したらフッとこうするのもいるからねもう怖いだから言葉が通じないさうん だからもう無理です。コミュニケーション取れないから,から犬なんかも。うん、あのー、ちょっと苦手な人っていうかわからないから、犬の扱い方、うん、頭は触ろうとするんだけど、むくとってもこう。 なんていうの人間から力を受けたりいかたし犬は殴られると思っちゃうからなるほどね闘争本能があったらで噛んじゃうわけやっぱりなのでグーを刺して匂い嗅がして下から行くとかそれが怖いわけよまずその一歩がその一歩がねなるほどそれが無理だから飼い主には触る前には絶対「本当に噛みませんか?」ってめっちゃ聞く「本当ですか私本当に怖いんですけど」だからねぬいぐるみが一番ですよ かわいいし、見たら猫は撫でたらかむし、ひっかきますよ、でも怒る手前が分かってきたのでやめています、これ、触り方なんじゃないかな、俺、噛まれたことないよ本当に私、何もしてないのに噛まれましたよ、美味しそうなんじゃないですか、本当にだって、犬散歩させてるおじいがいたわけ、週1の時忘れもしません。すれ違ったた時に足のましから しかもマルチーズぐらいの大きさの犬小型犬かはデージチーでたか足からなんでかななかなかないですれ違った時に噛まれたんだよちゃんとの紐でくくられてるんだよあれからもう犬が来たら私はもう無理です一応な一回殺されたらな乗り越えない限り本当にもう動物は苦手ですね私はごめんなさいじゃあれだねこの爬虫類とかヘビをうわやったでも んかやってましたよね最近,最近やりましたねあそうそうそう白いヘビか白いヘビをこれはねもう自分の中でのもう人生をかけたぐらいの勇気でした、うん、これはそれぐらいですかうんこれはねあの先輩を先輩をね観光に連れていくっていうので玉泉堂に連れて行ったんですけどもう玉泉堂に行ったからにやっぱ東京の先輩だったんでね、うん、あの やっぱ思い出に何かを残してしたいじゃないですかザ・沖縄的なものなんでどうですかってやりませんかって言って楽しそうだねって言って一緒に巻いたんですけどまた白いヘビは錦ヘビと白いヘビ巻いたんですけどどっちがいい白いがいいんだえ錦ヘビぐいよ色あそっかもうザ・ヘビあの 三振のあの川よ。はいはいはい。あれが生きてるわけよ。動くわけ。うわまあちょっと。で、硬いわけ。あの、また体温も感じるし、首だよ、しかも森さん。で、私、じゃんけんで負けてから、顔持ったわけよ。いわー、めっちゃ怖かった、本当に。もう、あれはね。いやで、最初に、西蛇ヘビ行ったから、その後の白蛇ヘビは、 あの綺麗に見えたあこの白い蛇綺麗に見えたでもな白いのもなんか目が見えるでしょ一応でその時は先輩がじゃあ、うん、今度は俺が頭を持つって言って私は尻尾持ちましたから、うん、でも筋肉がすごいけどもう硬いなんつうのかなあでも体温感じるっていうのはリアルだねリアルもうまた硬さといいこの皮膚の感じこの何それ口言葉で説明できないけどなんかこの皮膚の感じとかもさ なんか僕らもやっぱり私生活の中で、まあ、レーザーだったり木だったり、うん、いろんな布だったりをこう触ってるからなんかそういうふうなものなのかなって解釈して何とかクリアできそうだけど温度とさ鼓動ああ<ー><わ>そうもなうんだ。 力を入れてるのか力んでるのか分かるかけヘビが <laughs> この人間に乗せられてますせ、ね、<laughs> みたいなそうなんだリラックスしてないんだねじゃあねヘビもね多分でも筋肉ではずもともとの<ー>だからあれに首を絞められたらひとたまりもないなっていうのを感じるからヘビ、うん、には気をなんか本当に気をつけた方がいいなと思うまあでも苦手な人からしたらねいろんなことがやっぱ考えるからうん だこのニシキヘビはじゃあリアルなのかあの色が、うん、なんつうのか本当にあの川よあの三振の川で生きてるやつの体温もあって <laughs> 鼓動もあってあの太いし、うん、重いし重い重いあね重そうだねなんかね、うん、でも今いい経験になりましたけどね、はい、ぜひ皆さん一度はでまた白いヘビは金運、うんおう 金運効果っていうかうん、うん、っていうから私巻いたんですけどあっ遣いとかもらいましにうわほんとだでしょ今写真毛利さんに見せてるんですけどちょっと顔引きつってんな色が、うん、やばいでしょ色がなんつーのうの、ん、リアルですねうわキモくないこのなんつうのこのあーでもこれヘビからしてもああなるほどね ヘビも多分ちょっと嫌なんちゃあ。思い出した、あとちょっとぬるぬるする感じ。分かるよ。ね <laughs>、分かるね。ぬるぬるする感じ。うん、ちょっと油の油油。油触ってるみたいな。さあ、曲いきたいと思います。はい、チューブのナンバーから。はい、シーズンインザサンお、夏。 お届けした曲はチューブでシーズンインザさんをお送りしました。 さあ時刻は5時30分を回りました。地域密着道路交通情報の時間です。えー、このゴールデン区の期間中は、はい、あの店舗の皆さんも、えー、お休みだと思いますので、あはい、まあ今日は連絡せず、はい、う沖縄市内の情報をインターネットを使って、はい、え交通情報を確認してみたいと思います。はい、一応 FM 小崎から見える中央パーカーメニューから見える国道330は両方ことももう今車がない状態ですね。うすねもうスムーズに流れてるというか。うん 車自体は通っていない。はい、それぐらい順調に流れております。それ以外の地域、沖縄市内、または北中城、茶谷の方面は順調に流れているということですね。はい、えー。交通量もそんなに多くないということです。さあ、天気なんですけれども、うん、まあ、今日はもう暑かったですね。だからよね。っていうか、う最近日が長くなってきてるよね。もう夏ですよ沖縄はね。うん、最高気温は今日二十七度でした。はい。ただ、明日。 ちょっと天気は崩れていきそうで南の風の地北西の風曇り朝、はい、一時雨の予報が出ていますそろそろもう梅雨入りですかみたいですよ、うん、まあ噂でもね、はい、そろそろじゃないかと言われておりますけれども、はい、朝の最低気温が22度日中の最高気温明日は28度となっています、うん、さあ今度の土日なんですけれども天気の予報としては曇りのお天気となっています えー、金曜日に晴れ間が見えるんですけれども、はい、土日、そして来週の月曜日ということで曇りのお天気が続いていきそうなので、はい、もしかするとこの辺りに梅雨が入るんかなと言われておりますけれどもどうなっていくんでしょうか。はい、以上ここままでは地域密着道路交通情情報報と天気の情報をお伝えしました さあ5時33分もありました今日の番組のテーマは「目から鱗なんですけどももう多分聞いてる皆さんもまさにそうかもねこのテーマ掲げておきながら一切それをお話ししないというまあそんなもんですよだから水曜日はね水曜日はこんなもんって思ってください皆さんあのあ今日のテーマで思い出したんですけど新聞にさ「僕の意見私の意見僕の主張かな」っていう投稿欄があって読者から。 で毎日それを見ているんですけど小学校6年生ぐらいの女の子がこの新聞に投稿していて「うんえー、人間とは」っていうタイトルで,、うん、で大人になると漢字とひらがなカタカナをうまく使うさ、うん、でも子どもたちって漢字が分からないから、うん、このほぼひらがな表記が多く目立つんですねそんな中で「人間とは」っていう文を書いている女の子がいて、うんえー、私は人間が「 どういうふうに感情を持ってどんなことを考えているのか分かりません。うん、なので人間が私には分かりません。でも仲良くしたいんですっていうコメントが書かれてあるわけ。ほうなんか深いね。であの同級生とかもたくさんいますけれども、うん、友達もたくさんいますけれども、うん、あのうまくいかないときもありますし、うん、うまくいくときもあります。なので人間が分かりません。うん、でも私は思いました。人間が 分からないってことは人間のことに興味を持ってるっていうことで人間に興味を持ってるっていうことはもともとは好きなんだっていうことが分かりましたって書いてあるわけほ<う>小 6? と思ってやばいねでってことは私は人間が好きなんだと思いました、うん、なのでこれからはそこを意識して取り組んでいきたいと思います、うん、っていうコメントだわけほ<う>小学校6年生ねと思って,って、ね、すごいね でも本当にそううだと思うわけ、うん、人間関係とか、うん、あのちょっとコミュニケーションが苦手なんだよなっていう人ほど、うん、人間のことを考えてるから、うん、人間に興味持ってるっていう、ね、そういうことなんですよね。うんそうだよねびっくりしたこれ見てじゃまず「興味がある」っていう言葉を使うのが小学校でね私は最近からだもん興味が <laughs> 違う違うほんにあのなんだろうな 興味があるっていう意味は分かってたけど、うん、興味があるイコールうん、うん、この人のことが好きっていうふうにつながらなかったなん、うん、て言えばいいのか難しいけどだから、うん、よくさあの昔なんで私のこと好きって言ってくれないのって彼氏に言ったことがあったわけよなんで好きっていう言葉で表現してくれないのって言った時に、うんうん、好きっていう のは。うん、なんつうの。そんな子供じゃないんだから。うん、僕はあなたに興味があるんだよって言われたわけ。意味がわからんかったわけよ。えもう一回、もう一回言って。好きっていう、うん、言葉をわざわざ言う必要はない。なるほど。僕はあなたに興味がある、うん。だよって言われたわけ。うんうん、深いなと思った。その時に。うん、なんて言えばいいのかな。もう超あずきもおおと思ったんだけど。<う>この。 今この子が言ってたさ興味があるっていうことは私は人間が好きなんだイコールだわけよ結局はなんつうの愛みたいなもんだわけよ興味ってそのものに対して愛があるから無関心ではないってことよだから気があるってことですねそうそうそうライクとラブみたいなもんじゃないだから。なんて言えばいいのかな。ただなんか好き嫌い好き嫌いって分けるんじゃなくてなんかなんかこのものに対しう 私は興味があります<う>だから深くあなたのことを知りたいって思う、うん、表面的なものが好きっていうものだよみたいなうん、うん、だけど興味というのは表面的な上辺だけの好きじゃなくて、うん、もっと深くまで知りたい、うん、あなたのことをもっと深くまで知りたいって思うから興味だよっていう言葉、うんうん、それを20代ぐらいでの前半後半か中,中間ぐらいで言われたんだで言われて、うん、はって思ったわけ。 意味,が最初意味が分からなかったんだけど<ー>でもそんな自分の前付き合ってたこの彼氏が言ってることとこの子が言ってることは一緒だわけよ。<ー>って思った今この読んでて私はだから人間は分からないけど、うん、興味があるっていうことは人間のことが好きなんだと思いました、うん、だから相手のことをもっと深く知りたいっていうことなんじゃない、うん、だから。ななるほどでどでたのその後 かりました。いや別れるでしょ。それはもう。今今それ必要必要ないでしょだって今の。ちゃうちゃうちゃう。え？でもさ、女の人からしたら言ってほしいでしょ。言ってほしいです。でしょ？言ってほしい。結局そういうことでしょ。言ってほしいですよ。ね。言ってほしいけどもうしょうがないじゃないもう。まあ万年にしてたんじゃない？長かったし。もうしょうがないよこれはもう。も四年も付き合ってましたから。あそうですか。だからしょうがないねもう終わったことはね。わかりました。はい。 えー、もうそれはもうタオルもたたむわなんもんな <laughs> <laughs> アルゴガルスキーさんはいえー、かいいオヤさんは、はい、やりたい仕事はスカイダイビングですか、うん、バンジーも芸人チックでいいですね、うん、うわバンジーはやりたくない個人的には堅物、うん、の職人に1日弟子入りとかしてほしいですね、うんうん、うわやだ、えー、かわいいオヤさんがわじられるのか逆ギレするのか見てみたいですいや私はもう逆私はどっちでもない あのお笑いの人がさバンジーとかあれさ無理絶対や、あれすごいよなバンジーだけは本当にごめんいやでもスカイダイビングはやりたいけどじゃこれでさあの言えばキー局で看板でとか帯をとかそういう条件があったとしたら例えば妹さんみたいな感じで突撃で世界一手球みたいなあんな感じで考えてるんですけどいかがですかってプロデューサーから話きたらやるやるんで <laughs> で毎回飛ぶってことは？いやこんそういうバンジーだったりワニを捕まむだったりああもうもうワニ無理無理無理あるわけワニもうごめんとりあえず動物絡みはごめん NG です <laughs> でああもう無理です <laughs> 本当に無理本当に無理じゃじゃじゃそれをやったらもう視聴率はバーンと上がるし一躍ですよって言われるわけプロデューサーから 給給料料にによよるごめんりますこれでちょっとしかもらえなかった私はもうやらないまあないやいやいやこれでこれで5万ぐらいしかもらえなかったどうするあんな命かけて5万命かけて5万だったらどうするモリさん命かけて5万だよじゃあ俺はこの笑いじゃないからいやいやこれ逃げですよこれは俺ややいないや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 バンジーでさ視聴者から見たらえもう こんなにうだれだって私あのダメだもん乗り物も最近乗り物酔いもすごいからジェットコースター的なねあんなのもダメになってきてるいやバンジーはさ捕まるものも何もないしこのロープ切れたどうするのって話だよねだしこの飛び込む人がよりさこの水泳じゃないけど絶対 あできないからなでき手を広げるとかできないねうんでも男の人に比べたらさ女性の方がその辺勇気あると思ういや無理だよ私は無理だななんかいろんなテレビ見ましたけどうんなんかファイトあるなうわ怖え絶対も想像しただけで吐きそうなるけどほんとにな無理無理俺もダメだなこういう系ねなんかあの沖縄の笑い芸人が海外ドバイだったかなわかるよわかる タイ,タイとか行ったやつでしょそう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 初恋クロマニオン出たやつでしょとかあのオリジンのリップサービスとかリップサービスとかが出たんですけど、うん、あれでしかもドアップじゃなくてレジ引き気味で 200m ぐらいの引き気味でポツンって吊るされるみたいなシーンがあってあ<ー>まあこれもお笑い的でいいんだろうけど絶対できんよなと思ったねあれはね一番ないなと思ったのが、うん、ワニの口開けてそんなに頭入れるの <laughs> あれ下手したらまじ死ぬよあれ本当に怖いなうんやだやだやだ本当に怖いよくやりますね本当に森さん店頭さんがさ親やまずはそこからチャンス掴まないとゲラじゃなくて顔を打ってステップアップさ一円玉で眉毛を抜いている司会者と誘惑している場合じゃないよって誰のことですかね一円玉で眉毛抜いてる司会者ってあのとももさんが えー、ピンセントがないときは1円玉2枚重ねて毛を抜けますよっていう生活のチェアを送ってもらったんですよ。そしたらデージ抜ける。びっくりするぐらい。だからこな眉毛ないのあこれはもう中,中3から中3から今に至りますからね。もうこのモーリ利さ,さ,さんのこの眉いじりは続けていこうと思います。いやもう全然これはいいですよ。はい、昨日お話しましたからね。目より眉毛がないっていう。<laughs> <laughs> はい。 いや,いや世の中すごいねやっぱりね体を張って本当だよ無理だよ本当にいやお笑い芸人のさあの方々若手もそうだけどあのダチョウ倶楽部だったり出川哲朗だったりとかも、はい、50代でしょきっとだけどもうリアクション芸でね体張ってるさでもこれから一応さ芸人だからやっぱり、うん、あるんだろうなと思ったら、うん、楽しみもあるけど、うん どうううなるるんだろうっていうのもあるよねどちらかというと私女芸人の方でやらされる方だと思ってるわけ昨日もさあ,<ー>あのー、先輩の送別会でわ、ねはい、ーってやって、うん、で先輩に表彰状とかを配るし、うん、渡すシーンがあったんですよ、うん、であなたは何々本当二2か月間このお化け屋敷で頑張りました今日はあなたにキスのプレゼントがあります この方ですつ、うん、ったらスタッフと、まあ、後輩の芸人の方がバーッて出てきて、うん、ほっぺにキスするっていうプレゼントがあって「いやもうこれは私もいかんと」うん、みたいなで周りの人も「もうこのタイミングで行け」みたいな、うん、私はもう口にしましたからねおお<ー>もう森はもうどかんよそこではい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 結構可愛いめの <laughs>、ね、可愛いめの女の子がほっぺにチュッてした後に「<laughs> <laughs> 目つぶって、目つぶって、ほっぺんにチュッてしないでの私がさーってきて、顔ばーって、ぶちゅーって、しかも長めの、ぶちゅーって、でもね、わーってなって、チューって離した瞬間に入れ替わって、ウリズンザクラのヤスがさらにキスをするってキロがヤスが、もう、口、はい、もう先輩、目つぶってるんですよ、でばー,ーってやった瞬間に、でもみんなが。 振り向いて振り向いてって振り向い,ててり向いた瞬間にうえってみんなでやるっていう一連の流れ <laughs> ドリフみたいなそういうのをそういうのをやって<ー>ああなんか今日芸人っぽいことしたなーって昨日思ってましたう、はい、確かにだからもうそういう多分私はきっとそういう体はる系他にも女芸人いたんですよいたんだけど、うん、だから今日の一人の女の芸人はほっぺた、うん、で一人は何もしない 私はもう口っっていうに流れがあったんですよなるほどねこの流れちょっと空気読んでやるっていうあ<ー>私はもう美味しいから、うん、自分にとっては美味しいから全然楽しいからやりますってことは今後も私は多分体張る仕事が来たら私に多分回ってくるんだろうなって<ー>でもこれはありがたいですけどねなんかこう森さん中のねこの3人方も特に大島さんだったっけはい。結構多いよねやりますねで最近はあの黒,、はい、黒なんんとかさん 黒沢さんさんとかも結構体張ってますけど流れ的にそうなっちゃうよねやっぱりねそうですよね何人かいたらねやる人やらない人って種類が分かれてきますよね友近さんとか絶対やらないじゃないですか確かにな振られてもねだってくくられてると思うんですよ女芸人さん鬼奴さんとかもそういうとこ見たことないじゃないですか確かにで友近さんもないじゃないですかだからそうういのは 森中だからそういうことだね多分決まってると思うんですよこのポジション的なオアシスの大久保とかもねちょっとこうエロクでわりながらでも実際になんかあんまりそんな扱いされないもんねですよね多分そういうそういうんていうのエロい話が来た時には振るけど多分ポジションがおそらくあると思うんですよだからおそらく私は沖縄・吉本の中での森三中さん的ポジションなのかなって 昨日ちょっと感じってもありがたいですよ、本当にそれっでもあれだな、お笑いの人たちって、一つ手前がこれやったから、自分もこれやらんといけないハードルがどんどん上がっていくね、こうなってくる、ね。いやでもおもかったです、昨日本当に、<ー>やっぱ周り、先輩とかがいたんで、うん、もう先輩もうまいんですよ、この、この、やっぱテレビとかないじゃないですか、カメラないのに、うんうん、みんな、ボケが面白いんですよ。<ー>いやなんか もう、私、久々に、この芸人の飲み会に参加し、うん、ダメなんですけど、毎回こういう飲み会やらないといけないんですけど。なんか、楽しいと思いました。なんかイメージできるも、今の話だけどもね、はい。もう、みんな、新規劇みたいに一斉に、うええ、って言うっていう。回ってなくても、ね流れが。そう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 。<ー>めっちゃ面白いと思って。いいですね。はい。うん。 まあ仕事の終わりの打ち上げの時にまにそういうねシーンもありますけれどもこの前、モニタリングっていうテレビやっててあいいですすねねあります、ね、加藤茶さん夫妻が取り上げられていたわけ加藤茶さんって言ってもドリフターズはい、はい、加藤ちゃん今74歳なのでお嫁さんがもう孫ぐらいにたる 26, 26ぐらいですよね確か。二、ね、23の時に結婚してますから49歳差ぐらいだったかな、うん、離れてるんですけど、うん。あのー 奥さんが仕掛け役であと加藤ちゃんがやってきてでご飯食べてるシーンだったんですけどあのこの前かちょった宝くじだけど今日ちょっと当選みたいだからちょっと見てもらっていいって言って番号言うからさあの新聞見ておいてって言ってやるわけそしたら歯の何度かかんとかなみたいな言っておっこれ当たってるねって番号言ってやるわけそしたら当たってるよってなってあでもえ前後章えってなって一等だわけ。 本当がたたっっってなって、はい、でカメラちずっと映されてるんだけど、はい、どうするどうするって興奮してるわけ、うん、奥さんが、うん、で加藤ちゃんはちょっと冷静だわけ、うん、でちょっと待ってねって言って一回席離れるわけ、はい、で外に行って何したかって言うと「おお!」とか叫んだみたいへえ、はい、で後聞いたら「なん、えー、で叫んだんですか?」って言ったら「いやどうしていいか分からないから吐き出すとこなかったからさ」って言って外出て吐き出したって言ってるんだけどで その後一1億円の子使い道を2人で話してる。もう加藤ちゃんもあの仕事辞めてからどっか引っ越し海外してアバンチュール的な感じで毎日夏休みみたいな感じで過ごしたらいいんじゃないのって奥さん振ったわけ。うん、もうこの1億円の話でりってるから。はい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 、でこ<れ>そこで加藤ちゃん。どっちもだされてるのえっとね奥さんが騙す方。あ,あ奥さん知ってるんだね。加藤ちゃんだけ知らないと。加藤ちゃんが 今いろんなこの1億円使うっていう話で盛り上がってる中で奥さんが提案することに対して全部、いいね、それ、いいねって乗っかってたんだけど移住するって言ったときにそれはちょっといいかなって言ったわけ。<laughs> ほうえうえどんでなんでもう仕事もいいじゃんもう70でしょって言っていや、違うんだよ、うん、今の俺は仕事でここまで来たし、うん、仕事がないとだめな加トちゃんじゃないんだよって言って。ほうほうほう お願いだけど、あのー、舞台、うん 1>, まあ、1人でも2人でもいれば、うん、僕はもう芸人でもあるから<う>喜ばせたいからここを離れる気はないって言ったわけ。このモニタリングでまさかそういうシーンが見れるなんて思ってないから見てる人も多分びっくりしたと思うしうある意味でちょっとなだうるうるしてからさ<ー>そう言えば意気込みで今までやってきたんだろうし。 今でもその気持ちはずっと変わらだから明日でもステージがあるんだったら自分は立ちたい,ちたい、うん、そういう世界で生きてるから最後はそこでっていう話してるわけすごいじちゃったら」って言って「モニタリングです」って言って「うん、えってびっくりするんだけど、うん、この言葉が聞けたから見てる皆さんは。 すごいい感動というか,、えー、か芸人さんってね根っからずっとやっぱり死ぬまでというかう全うする気持ちっていうのが常にあるんだろうなと思ってねえすごい深い話ですね今日はちょっと面白かったよあれは、えー、モニタリング面白いですよねモニタリング、ねうん、面白いあのむす娘が芸人の彼氏を連れてきたらっていうの見ましたけどとかね面白いよね、うん、面白いなんかこう地域によって、はい 水槽があってからさ水槽の中に鯛とかタコとかいっぱいいるわけ五0人お取りくださいって言って地域によってはなんでみたいなろてあるし大阪とか絶対取るよねああすごいよねタコとかをかちんでから全部取るよね全部取ったりとかするわけだっていらないんだ台車とかも五0人お取りください使わないです台車なんて全部持っていかれてるすごいよね東京とかはね取らないんだよねとかね面白いねあんなのね面白いですね本当に人間模様人間観察でしたけれどもはい えー、こちら、あなるほど、ノアノアさんから、はい、一足お先に乾杯ということで、<お>えー、今ね、生ビールに、まあ、ジョッキーに注がれた生ビールと、はい、でまた、あのー、網でお肉を焼いているという、はい、あいいな、お肉食べたいな、手羽先かな、写真がありますけどね、暑、うん、い時にね、早いうちからこうビール飲んだりとか、うん、揚げ物とか、いいですね。ですねうん いいな肉食べたいなあさっきはちょっと焼肉の話がし、うん、ちょっと話出てたから、はい、さあということで水曜日の放送もこのんですが、はい、あの吉本沖縄お知らせありますか、えー、そうですね イオンライカムでいえば、ね今日ウリズン桜がちょうど MC って、さっき見たらやってましたよ、6時から、あ今からじゃん、18時からライカムイオンでウリズン桜が MC やってるらしいので、近く通る方はぜひウリズン桜見てあげてください、お願いします。で、また吉本のいえばブースがあるんだよね、47市場だっけ、私、まだ行ったことないんですよね。僕、何回か行ってるんですけど、吉本の全国に売っているお土産とかグッズとか。 んかこう関西とか吉本のブースのところで「手羽先」かな「冷たい手羽先」っていうのがあるみたいで「努力のを2つでその後に「鶏の鳥」っていう字を1つで「ドドドドリって読みそうだけどこれもなんか特別な読み方があったんだこれがすごい爆発的に美味しいんだって売れてんだって冷たい手羽先冷たいレンジで 温めてはいけませんって書いてるってそれぐらい冷たいままでもいけるって冷えたまんまで召し上がるものらしいえ食べてみたいでこれがあの沖縄ではそのライカムで売れてるわけね4回かなああなるほどこれ吉本のブースがあるみたいなんですけれどもそちらで売ってるらしいですね<ひ>はいはい 最後のメッセージかな、これラジオネームトマブンさん。はい、水曜日は真面目からおバカな話から、いいこと言い,いオーパーからいろいろだよね。すっかりメール読み忘れられるのも、水曜日の恒例、はい、本日もお疲れ様でした。はい、ということで、トマブンさんから、はい。ありがとうございます。まあ、このやっぱ連休中、メールもちゃんと来るのかなと心配もありましたけれども。うんうん、ええ、皆さんも聞いているようで。はい、ありがとうございます。まツイキャスもたくさんありがとうございました。さあ、もうエンディングですけれども。はい。 まあ今日こんな感じで終わりますが、はい。さあこの後の予定いかがですか。この後は明日またテファーラジオ対戦とかずっと勝ってるわけだし。五連勝ぐらいしてるんで。えっとこれ R. B. C. さん。で毎週土曜日。はい、で明日また収録なので。今から家でネタ作ってから、明日も朝からなんで、そのまま寝ます今日はネタ作って、うん。じゃあこの R. B. C. さんのやつは夜だっけ。えっと放送が今週の土曜日の夜八時半、うん。 ぜひ聞いいてください明日収録で放送が土曜日の8時半ですやっぱ小座と違う感じ喋ってる自分としては一緒ですよ<う>一緒一緒変わらず変わらず親、うん、のまま親、うん、のままはい、はい、なので RBC の方も聞いてみてください、はい、お願いしますエンディングソングは「Don'tRockbackinAnchor」をお送りしますここまでのお相手は DJ モーリーと親ややんでしたバイバーイ